竹田実況の部長の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。この一問一答動画の質問は下のコメント欄からお願いします。竹田塾チャンネル。次第などの入試を受けた日は、その入試で出た範囲を復習したり、知らない単語調べなどに徹した方がいいでしょうか。また試験と試験の間の日はどのような勉強をしておいた方がいいでしょうか。まずその同じ大学の入試がこれ以降も残っているのであれば、今回受けた入試の問題とかをしっかり確認した方がいいですね。傾向はやっぱり結構大学ごとに似通ることが多いので、ね、まあその中でも特に注目しなきゃいけないのは、解けなきゃいけないのに解けなかった問題とか、ちょっと微妙になった問題、あるいはちゃんと対策すれば取れそうだなっていう問題をまず徹底的に対策することが重要ですね。要は次の1点を上げるために何をするかって話になってくるんで、まあ取れそうなところからちゃんとしっかり対策することが重要かなっていうふうに思います。で、試験と試験の間の日の勉強に関しては、まあ、基本的にはやっぱり過去問中心になってくるとは思うんだけど、あともう一個大事なのが体力ちゃんと回復させることですね。この期間ってまあありがちだと思うんですけど、その例えばその受けた大学のその自己採点してるその掲示板とか行ってちょっと見ちゃったり、情報収集とかして寝不足になっちゃったりとかやったりする人結構いるんですよ。なのでまあなんていうか、まず体力回復をちゃんとさせて次の入試に全力で受けられるようにすることがすごく大事で、まあ、プラスその今まだ点数上げられそうなところ、あるいは対策したんだけどちょっと安定してないなみたいなところをやって、いかにこう次以降の点数上げるかってことに時間を使っていくのが重要かとは思いますね。入試しっかり頑張ってください。高2です。今後数 1A と 2B のチャートを使うのですが、どちらも高2のうちに一周すべきですか。はい、まあそれはもちろんその方がいいんだけど、ただ1A がちゃんと全部仕上がっていることの方が 2B を一周するよりも大事だと思います。結局その 1A やった後 2B も一周しなきゃってやってる間に 1A を忘れちゃったらまずいので、まずそのしっかりですね、正解率を上げていくことが大事なんで、まず 1A を完璧にすることで、その上で 2B もしっかり進められるだけ進めておくことっていうふうに考えておくといいかなって思いますね。過去問見ても解けそうにないときどうすればいいですか。なんで解けないのかまずしっかり考えた方がいいですね。例えば英語だったら、まあ、単語から分かんないって話なのか、まあ、構文が取れない、訳せないって感じなのか、訳は分かるんだけど答えが選べないのかとか、数学だったらそもそも解法が思いつかないなのか、特定の分野が弱いなのか、あるいはその解き方は分かるんだけど計算がむずくてできないなのか、そういうその一個一個何ができないのかっていうのをちゃんと見ていった方がいいですね。で、その上で一個一個細分化して対策していくっていうふうに考えていくといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから、なんていうかその基本的に入試問題ってのは0100じゃないんですよね。今の時点で何ならできて何ができないから問題が解くとこまで至らないのかっていうことが大事なんで、そこをちゃんと冷静に考えていって、今その本番で合格点取るために近づくためには何をすればいいのかってことを冷静に分析することが大事です。なので解けそうにないじゃなくて、何が原因で解けそうにないのか、何をすればそれができるようになるのかってことを考えることに力を使ってくれればいいかなと思います。今年から竹田塾に通う予定の高3です。今理系なのですが文転しようと考えてます。選択の社会は日本史、世界史、政経のこの3つの中のどれがいいでしょうか。ちなみに早稲田もしくは、明治志望です。社会の負担を最小限にしたいなら政経、ただ注意点としては受けられる学部が少なくなるっていう点ですかね。で、日本史と世界史に関してはもう完全に好みだとは思いますが、最初が結構負担軽めで、後半ちょっと細かくなっていく日本史か、最初の通詞を入れるのが負担大きめで後々楽になっていく世界史かの違いって感じですね。まあどっちがいいっていうよりはどっちが好きかってことで、まあ両方の参考書とか見てみて考えるといいんじゃないかなというふうには思いますね。まあ英語が得意なら政経はありかなと思いますけど、英語とかが足引っ張りそうで社会で稼ぎたいとか考えてるのであれば、まあ政経よりは日本史世界史の方が稼ぎやすいんじゃないかなと思うってぐらいですかね。とはいっても社会がそもそもそんなに稼げないんで、英語苦手なら数学やれよって話になっちゃうところあるんですけどね。まあはい、そんな感じですかね。まあ、参考にしてみてください。はい、今回は以上です。竹田塾お茶並み村校、はい、合格実績が高いんですけども、はい、実際受かってるんですか。どうなんですか。実際結構受かってます。
て、はいはい、実際に受かった大学とか学部を一人一人手書きで書いて掲示した問題です、はいはい、私が校舎長として掲げたいテーマとしては生徒の成績をとことん伸ばす、この一点です。自分の叶えたい夢っていうのが一人一人あると思うので、それを叶えてほしいからです。それでは武田塾おちゃらみず本校行ってみましょう。